こんな BU 見たことない。見たことない。はい、というわけで今日も元気にシーロークのチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、ショコチャンネルチューニとゲームガールズチャンネルのみさしるです。ということで本日はファイナルファンタジーブレイブエクスビアスの実況やっていきたいと思います。イエーイ、3周年ですね。おー、10月にも入りましたが、10月22日かな。実は私の白黒ジャンネル自体の誕生日と一緒なんですよ、はい、ね。毎年さ、その B の誕生日と自分の、まあ、そのチャンネルがね、一緒だなって思いながらね、こう10月を迎えるんですけれども、サドアニバーサリー、サドマジリオンシャージ待ってはい、ということで今日はですね、何をやっていくかと言いますと、はい、こちらですね、二次率 10% 召喚をやっていきたいと思う。で、この二次率 10% 召喚っていうのが、はい、主人公勢ですね。まあ、アクスターが入っている主人公勢のものと、うん、あとは、ベリアスたちのものの2パターンがあるんですけど、はい、10% ってさ、どうよ。いつも 3% だからね。虹のさ、10% 付きでさ、虹出たことは何回あるよ。ない。一回だけあるわ。これを引いていきたいと思うんですけども、はい、結構そのツイッターとかでもうかなり出た報告多くないか。1個のこの10連に3つとか虹入ってるじゃないですか。それを期待していきたい。お、というわけで引いていきたいと思うんですけども、はい、どっちを引こうかなと思っていて、まあ両方ね、ちょっと欲しいのはあるんですけど、はい、今日はまあ主人公召喚の方を聞きたいと思ってます。はい、はい、で主人公召喚で狙うは覚醒レイン。おー、あと2体でスパトルです。ニコル、はい、があと1体でスパトルです。おー、あとは、うん、まあ自前でね、マクスターを2体持ってたら、うん、いろいろ楽になりそうだな、みたいな。ちょっと待って、贅沢だね、今日。そうなんですよ。だから、この辺が出たらね、すごい嬉しいかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。めっちゃ期待してる。今日はね、うん、まあ、50連かな、半分。はい、10回になってたんで、半分いけたらいいなと思ってます。はい、10年目。いや、もうここで虹出るよ。だって、そういうガチャでしょ、ほら。ここからね、ここから。ほら。ほら。いつもの景色だよ、これ。大丈夫。やめてやめて。いや、マジオールブルーとかマジほんとやめてほんとに。逆にね、逆に見たいとかある。あー、これね、これはね、あれだよ、ジェイクね。ジェイクね。これ10% だから。騙されちゃいけない。あー、仲良い。仲良いね。いや、まあまあ、ちょっとジェイクはいっぱいいるんですけど。2回目、いやでも調子いいよ。10% は超えてきてるよ。確かに。レインと、そう。ニコルと、そう。狙いをね、アクスター。いや、もうここから虹が見たいよな。いきましょう、20連目。狙いの3体出るのか。いやー。おー、やっぱ調子いいよ。まぁ、10% よ、これ。おー、これ 10% だね。いや、レインが、どっち？もうやだよ、ほんとに、お前!30連目。いやー、はい、なんか、なんかちょっと、あれは。いや、嫌な予感する。ジェイクピックアップが来てますね。ジェイカーじゃん。ジェイカーですね。いや、これもさ、すげえわがまま言うとさ、うん、なんか1日とかでいいからさ、うん、1キャラずつピックアップ欲しいよね。わ、うん、かる、わかる。したら結構さ、もうちょっとさ、全力で回すのに、ね、お !2 個ある。やっぱ超えてきてるよ。お、あ、ニコルいった。ニコルスパトル、アクスター来た。始まった、始まってるね。でもアクスターはやっぱ廃人手に入れないといけないからさ。5アクスター目入りました。いや、いいじゃないですか。いいね。これであれですね、あのニコルのスパトラですね、うん、まあまあ、ニコルのスパトラはちょっとあの本だからさ、うんうん、あれで魔法も強いですからね、うんうん、はいはいはい、モーワンアクスターいたらだって完璧だ。いや、モーワンアクスターよりモーツ覚醒レイン欲しい。あ、なるほど。おー、サウト覚醒レイン、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 あー、確率を超えていく。さあ、ここでラストでございます。はい。いや、これはね、いい召喚だよ。いつもやってほしいね。うん、いつもやってほしい。常にやってほしい。なんならギフチケこんぐらいにしてほしい。見ました。え、これ何？え、いつものやつ引いてない？大丈夫？そうやな。いつものさ、闇鍋引いてない？闇鍋嫌な、これはな。もう一個行こう。だって覚醒レインだってあともう一回だもん。だってこれどうせ動画外で引くもん、私あと30連行っちゃうもん、行っちゃうもん、行っちゃうもん、私行っちゃうもん。行っとこう。いやだ、ここで収束しないでほしいな。今んとこ超えてるよ、 10%。 ほっ、3抜き、3抜き、帳尻合わせきた。レラ、え、ラ、レイン、レイン、あー、もう超ジェイクだよ、本当にジェイク。
いやだからジェイク3体だっけ、ちょっと見てみますか、ね、でも、60で回して 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 目を疑うよ。今60連で11って言ったん、11だよ、やばくない？こんな BE 見たことない、見たことない。はい、ということで、まあまあジェイクですね。その中の3体ジェイク。いやもうだ、ほんとジェイクだよ。3分の1ジェイクだよ。3分の1ジェイクだよ。ジェイク出て、まあリードちゃん出て、うん、まあニコルスポットですね。うん、いやーこれちょっとね、覚醒レインでリーチかかっちゃったんで、この後回しそうな感じはするんですけれども、はい、まあこんな感じになっております。いや、でも 10% の恩恵受けた感じしてる。よかったー。はい、というわけでね、まあ、3周年いろいろイベントもあったりとかね、うん、こういうお得なガチャとか召喚とかも来てたりするのでね、もしよければ皆さんもチャレンジしてみてください。みんなもどうだったかぜひコメント欄とかで教えていただければと思います。いやジェイクおめでとうとかあればぜひいいね、そして動画のコメントお待ちしてます。で、ミドちゃんもですね、これから召喚をするということなので、はい、そっちもぜひチェックしてみてください。ではまたね。またねー。じゃなくてじゃんけんセット。そうだよ。ワイ。ワイのモチベーション。ワイのモチベーション。モチベーション。せーの、白黒じゃんけん最初は、にゃん、じゃんけん、ブイ。おぉ、チなのでグーの人、パーなのでチョキの人は明日行くと歩こうよ。では、また見て、バイバーイ。すごい。60連で11体だよ。すごい。やばくないですか？帰り道気をつけて。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。